今回は神の呪術第231回で藤原秀里公が病を射抜くエネルギー、凶を射抜くエネルギー、平穏を招くエネルギー、この3つを送ります。それで藤原秀里公ですが、この方は平安時代中期の貴族、豪族、武将でして、天慶2年西暦939年に平将門公が兵を挙げて関東8カ国を制圧すると、平貞盛公、藤原為徳公と連合し、天慶3年西暦940年2月に将門公の本拠地を襲い、乱を平定しました。この時秀里公は宇都宮大明神、今の宇都宮二荒山神社で授かった霊剣を持って将門公を討ちました。またこの秀里公にはムカデ退治伝説がありまして、この概要を読みますと、ある時琵琶湖のそばの唐橋に大蛇が出現して横たわり、人々は恐れて橋を渡れなくなったが、通りかかった秀里公は構わず大蛇を踏みつけて渡った。大蛇は人に姿を変え、実は自分は湖底に住む龍女だが、三上山に住み着いた大ムカデに苦しめられている、ムカデを倒すためここで勇者を探していたと語り、ムカデ退治を懇願した。秀里公が唐橋で待ち構えていると、三上山から大ムカデが出現し、山上からこちらに向かってきた。弓を追いかけたが、一の矢二の矢は跳ね返されたが、三本目にして大ムカデの眉間を射抜いた、というものです。この秀里公もなかなかに強いですね。なんせ将門公を討ったわけですからね。それではこれから藤原秀里公にエネルギーを送ってもらいますが、まず最初は病を射抜くエネルギーです。終わりました。次は凶を射抜くエネルギーです。
終わりました。次は平穏を招くエネルギーです。終わりました。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。